ト君。バイト休みだったから。そう、やけ食いよ。これがかの悪名高いならず屋の舞田だよ。うちのパクリ商品。もちろん食べるんだよ、復讐を兼ねて。やだ、ショーゴくん、復讐じゃなくて復讐だよ。レシピの研究。ショーゴくん、うちのマイトケは食べたことある？はい、ショーゴくんもどうぞ。ねえ、マイトケにそっくりでしょ？具体的に何が違うのか分かる？基本的にはマイトケもマイタもコテロン路線なんだよ。かぼちゃのペーストがメインなのね。マイタはバニラビーンズが混ぜてあって、仕上げにシナモンが振ってあるでしょ。極めて普通の発想だと思う。だけどマイトケにはシナモンは使われてない。じゃあ、あの味のアクセントは何によるものだと思う？ドライフルーツが入ってる。違う、それじゃなくてこっそり入れてあるもののこと。出してるんだよ。3つあるけど1つでも答えられれば上等。正解したらご褒美あげちゃおうかな。どう？
本ある。全部で3つ。ナッツの方が1種類。こっちはとっても簡単。フルーツの方は2種類。1つはかなりメジャーだな。もう1つの方はフレッシュなものとしてはごくありふれてるけど、乾かしたものは翔吾くんだったら知らないかもね。
変わる君。あの日は翔吾くんのおかげで助かっちゃった。あのね、ミフがね、その俳優さん、梅之内陽介ってすごく好きなの。だから、ミフを誘ってあげてくれないかな。いいんだ。ただそのミフに優しくしてあげてほしいな。ごめんね、迷惑だよね。ごめん。昔ね、真夜中にベッドで目が覚めて、ふと隣を見たらミフが泣いてて。お姉ちゃん、私今歩いてる夢を見てたよ。ミフ。ねえお姉ちゃん、歩くってどんな感じ？どんな感じだったっけ？いつも夢の中でね、あ、この感じだって、これが歩いてる感触だって思う。どうして私はこんなに当たり前のことを忘れてたんだろうって。夢の中だと歩けないことの方を忘れて当たり前に歩いてるんだ。そのことを思い出すと、それ以来かな、その夢が私の夢の中に入ってくるようになって、私夢の中でミフになって歩いてるんだ。やっぱり何かがちょっとおかしいって思うんだけど、これでいいんだっていう気もして、歩いていくと部屋の隅の薄暗いところに小さな箱を見つけるの。その中を覗くと、もう一人の小さな私が入ってる。辻褄が合わないんだけど、夢の中ではそれが私だって私は知ってて、忘れててごめんねって慌てて取り出そうと手を伸ばすの。それで、それで。
ずっとそんな夢を繰り返し見てる。今ミフトはね、家の建て替えで部屋が分かれたけど、多分ミフも未だにそうなんじゃないかな。今も毎晩のように泣いてるような、そんな気がしてならない。あごめんなさい、間違いでした。ここ数日こんなことばかりして、多分シンさんもそうだろうな。